とは全部ウルタで買ってきたものなんですけど、今ウルタなんだっけ20何日か1日間だったかな、忘れちゃったんだけど、すごい毎日なんかいろいろと安くなるっていうプロモーションやってて、で私ねこの前まで気づいてなくて毎日あのメールは来てたんだけど全然気にしてなくって、消去とかしてたんだけど、たまたまそのトゥーフェイストのチークの日に気づいてと思って、で見てわいろんなのいいじゃんと思ったんですよ。ただあの気づかなかったっていうか、あの特に気にしてなかったのは、その日その前の日までやってた何日間のものは私興味がないものだったの。だからあの気にしてなくて全然あの見てなかったんだなと思うんだけど、そのトゥーフェイストのチーク以降のやつでいくつか欲しいものがあの半額になってたり、あのもうすごいびっくりするぐらい安いみたいなやつもあって、大抵 50% オフなんだけど、たまにたすごい高いものだと 何ドルバリューみたいな、何ドル安いよみたいな感じのもあるんだけど、うん、なのでちょっとちょこちょこあのなんもう忘れちゃうからメモに書いて、何日は何みたいな感じで書いて今、はい、なのでその日に必ず行こうと思ってあのメモしてますそれでもなんか一個すごい欲しいなと思ってるパレットがあるんだけど、そのパレットを一個買うよりこの欲しいなと思ってる全部の商品を買ってもそのパレットよりも安く済むので、おおと思って、な今月はちょっと頑張って、はい、買ってみようと思ってます。はい、まあやっぱり買ってるけどね、いつもね、と思います。で、まず先週の土曜日に買ってきたものが、もちろん先ほどから言ってますが、トゥーフェイストのチークになります。はい、この2つ。トゥーフェイストのスイートハーツのパーフェクトフラッシュブラッシュっていうチークです。2色買って、こっちがキャンディーグロー、キャンディーグローというピンクの色で、もう一つがサムシングアバウトベリーっていうベリー系の色になります。あともう一個ピーチービーチだったかなっていうピーチ系の色もあって、それはまあハイライトに使ってもいいかなと思ったんですけど、あのね売り切れてたの。なのでこの2色だけだったんですけど、私もともとこの2色がすごい欲しかったので、まあよかったと思って買ってきました。で中身はこれもちろん入ってないんだけど、こっちがこういうね可愛いハートのパッケージになっていて、こっちがキャンディーグローっていうピンク系の色になります。3色こうグラデーションになってて、1色ずつ使ってもいいし、うん、あの混ぜて使ってもいいっていう感じで、今日はこれを使ってるんだけど、ちょっとほんのりピンクですね。これ実は昨日も多分ちょっと話したと思うんですけど、ものすごい発色が良くて、あの本当に気をつけて撮らないと本当お手もやみたいになっちゃうぐらいもうピンクになっちゃうので、はい、なのでこれはちょっとだけつけて、今日も少しピンクになってるかなっていう感じですね、うん、でシマーが入ってて、でちっちゃいグリッターが入ってるかなっていう感じで、一番このおピンク色がこういう感じね、真ん中のちょっとカラーがこういう感じで、多分分かりづらいかな、最後の一番下のカラーな、こういう感じでになってます。で全部混ぜると、ちょっと取ろうか、こういう感じで混ざって可愛いピンク色になりますね。私このピンクすごい好きで、あのほわっとポッとした感じの
ほわっとピンク色になってくれるので、うん、なんか全体的に、私やっぱりハイライトとかアイシャドウもピンク使うことが多いから、このほわっとこう、ほっぺたがなんとなくピンク色っていうのがすごく使いやすくって、これも買って本当に良かったなと思って、とっても気に入っています。で、これはもともと30ドルのものだったので、15ドルで買いました。うん、これが、サムシングアバウトベリー、ベリー系の色になります。開けるとこういう感じで、はい、かなり強めの色ですね。もちろんシワーとグリッターがちゃんと入っていて、もうキラキラ、超キラキラになる感じになりますね。で、じゃあこっちから順に入れていこうか。ワイプで拭いたから、一応これがこんなピンクで、これがこういうピンクで、最後の色がもうすごい濃い粉ピンクを全部混ざるとこういう感じですね。すごいでしょ。ここシュッシュッシュってやっただけでこれだけつくので、昨日本当にこれがここに乗ったんですよ。で、わーと思って大変大変大変になって、ものすごくブレンドしました。うん、なのでこれはすごいベリー系の色なので、とても可愛いので、アイシャドウゴールドとかにしてもいいし、うん、でツヤもすごく綺麗で、実際これ多分両方ともものすごくシマーとグリッターが多いので、私はハイライト大好きだからハイライトしてるけど、ハイライトなくても全然問題ないぐらいですね。です、本当に本当に本当に発色もいいし、またこのね、パッケージの感じとか中身もすっごい可愛いので、まあ使うけど使わないで、お飾りとかで飾っといてもすっごい可愛いなと思って、これ2つ買ってものすごく満足してます。すごい可愛い。ただちょっと大きいので、持ち歩きには不便かなと思うから、ほんとお家で使う用の方がいいかなとは思ってるので、うん、そうですね。パッケージもすごい可愛いし、でこのトゥペストってLA、 ロサンゼルスの会社で、うん、一応ね、多分ね、確か隣町に本社があった気がする、うん、ですね。隣町でもないんだけど、もうすぐなの。はい。なのでこれはもし LA 来た時は、これは本当ロサンゼルスの会社だから LA 土産にもなるかなと思うので、でね、いろんな可愛いの出てるしね、パレットとかもすごい可愛いし、ぜひ試してもらいたいなというブランドの一つになります。で、その時についでにバースデープレゼントをもらってきました。私すごい勘違いしてて、トゥーフェイクのベターザンセックスだと思ってたのね、もらえるのが。全然勘違いな、これ本当に勘違いなんだけど、なんとなく、なんで勘違いしたのかが分かんなかったんだけど、バースデープレゼントはベネフィットのローラーラッシュでした。ローラーラッシュちょっと光ってるね。はい。で、これは本当にカールキープを目的としてるマスカラで、こういう、まあね、もちろんバースデープレゼントの小さいサイズなんだけど、アプリケーターはこういう感じで、やっぱりカール用なので少しこうアーチになってるタイプで、だからこれすっごい塗りやすかった。一回塗ったんだけど、今日はちょっと違うものを使ってるんですけど、すっごい塗りやすくって、こっちの上の、こっちのね、こうくぼんでる方が短めで、こっちがちょっと長いの、なんていうの、ポコッとなってる方がはい。なので、うん、なんだろう、
メイベリンのラッシュセンセーショナルがずっと大好きで使ってたんですけど、まあ形はほとんど一緒ですよね。まあ多分それを真似したのかどうかわかんないけど、でもそれよりもヘッドが小さい上に、あのブラシのこのケバケバが短いんですね。なのですごく塗りやすい。むしろこっちのが塗りやすい。まあそりゃそうだよね。でこれすっごくいいなと思って、私本当にあのまずカールキープ力はすごい強かった、はい、もちろんこれカールキープが目的だからっていうのもあるんですけど、もうすごく良かったです。なのでまあこの前あのゼアリアルのちっちゃいやつを買ったんですけど、それだったら私こっちのが好きだわと思って、あのもしなんか現品サイズを買うならこっちの方が買いたいなと思ってます。ただいくらなんだろう、現品わかんないな。でこれはちゃんとバースデー用の箱で、あのバースデー用のものになっているので、ウルタが用意してる。なのではい、ぜひバースデーの時はもらってほしいなと思います。 3g 入りですね、うん、なので十分使えるなと思います。はい、そして、今日土曜日に、あの今日昼間にというか朝買いに行ってきたんですけど、旦那と一緒にね、うん、あのマスカラです。タルトのこちらライツカメララッシュズっていう 4-in-1 マスカラですね。はい、これです。これが通常21ドルなんですけど、今日は10ドルだったので10ドルなら欲しいと思って、でずっとタルトのマスカラも試したかったから買ってきました。で2本、結局20ドル出してるんだけど買ってきました。なんかこれこっちは使ってないから誰かにあげてもいいかなとも思うし、うん、まあストック用にあってもいいなと思って、よかったらと思ったので買いました。でタルトはすごいなんて言うんだろうな、自然に優しかったりとか動物実験してなかったりとかっていうようなあの会社なので、とってもあの安心して使えるものなので、はい、興味もあったので買いました。でこれ 4-in-1 っていうのが何だったっけな、ボリュームと長さとカールと、だから全部一応全てを取り、何て言うんだろう、全部網羅してますよっていう一般的な感じのやつだと思うんですよね。とあとコンディショニングって書いてあって、なのであの美容成分が入っていて、プロテクト、ラッシュを、まつげを、プロテクトしてくれたりとか、トリートメントしてくれたりとかっていうような、なんかオリーブなんとかっていう成分、オリーブエスターだったかなとかいうのが入っていて、まあオイルとかも使ってるのも全部自然のものとかを使っているらしいんですけど、なのでこれを塗るだけでボリュームも長さもカールもらってくれて、もちろんまつげのトリートメントもしてくれるってすごいね、皆さん夢のようなものなんですけど、まあそれがねどれぐらい満足できるかっていうのは分からないじゃないですか。例えば全部を網羅していたとしてもなんとなく物足りないっていう感じだったりもすると思うんですよね。もちろんね、ほらもちろんその人それぞれこう特化する部分って絶対に違うから、なので私はもっとボリュームが欲しいなとか、本当は長さがもうちょっとあったらいいなとかって思うかもしれないんですけど、でもこれ結局のところなんとなく全部を網羅してくれてる感じなので、本当にバランスよく綺麗なまつげが作れるなと私は思いました。今日も使ってるんですけど、まあ綺麗にセパレートもしてくれてるし、ある程度ボリュームも出してくれてるし、そうで、今日はビューラーも何もして、コームも何もしてないで2度塗りぐらいしかしてないんですけど、まあカールも分かります、出てるし、分かる、ちょっと私自分が映んないか分かんないんだけどね、下も塗ったんだけど、で私今ちょっとこっち物もらいができてるからあんまり触りたくなかったのもあってガシガシ塗らなかったんだけど、で多分ウォータープルーフのやつはウォータープルーフって書いてあったから、これは書いてないのでチェックアウトと思うので、それは違うかと、うん、なので
あの触り心地はガチガチに固めてるっていうよりは柔らかい、すごい柔らかくって、あの嫌な感じがないですね。あ、落とすのは水でお湯で落ちるのかっていうのはちょっとわかんないけど、とりあえずすごく触り心地が良いです。はい。で、あの本当に、あ、もう浮いちゃってるけど、上手にまつげ作ってくれてるので、はい、これは1本ですごくいい仕事してくれてるなって思うので、これは買ってよかったなと思いますし、試してみたいと思ってたものがすごく良かったので、良かったなと思ってます。はい。まあね、あの好きなマスカラが1本あるからと思うんですけど、うん、でもこれは本当使いやすいで、まあ、パッケージも可愛いじゃないですか。なんかちょっとゴージャスだし、で、あのアプリケーターも実際すごく大きくなくて、まあシュッとしてるタイプで、うん、塗りやすいんですよね。アメリカのやつでっかいやつはものすごいでっかくって、もう全然目に合わないんだけど、こんなぐらいなのですごく塗りやすいし、まあ、だからといってすごい変わった形してるわけではないじゃないですか。まあ一般的な形なので、本当にいろんなものを、全ての機能を取り、なんて言うんだろう、網羅してますよっていう内容のものなので、うん、これでいいんじゃないかなと思います。でこれね、あのタルトのマスカラ、ここね、マスカラ液がつかないようになってるので、ここになんかちょっと、もちろんちょびっとついちゃうんだけど、なんて言うんだろう、触っても問題ないし、たまになんかこうこの辺つけちゃったりとかもあるのも帽子、あの顔につかないし、でね、手元がくるってポロポロっとしても、ここにしかついてないから、ものすごく汚れないし、すごくいいなと思います。うん、なので金ゴールドの方もあるんですけど、それもちょっと試したいなって本当に思いました。うん。でね、もちろんまた安い時じゃなきゃ買わないかもしれないけど、安くなる時があったらまたこれ買いたいなって本当に思うぐらい、うん、とってもいいマスカラです。なのでこれも、まあ、2本も買っちゃったんですけど、結局同じ値段出してるんですけど、すごい満足してます。すごいお気に入りです。以上が今週の購入品になります。今日はちょっと昼間に撮ってみたので、自然光で撮ってみたいなと思って、お2階のベッドルームで撮り始めました。で、あのね、正面がバスルームなので、ちょっとおトイレが見えてるんだけど、あのここが一番光が入ってよかったので、ここで撮り始めたんですけど、でここに椅子置いて台にしてっていう感じで撮ってるので、いつもと風景が違うというか背景が違うと思うんですけど、あの昼間にこういう風に撮るときはここで撮っていきたいなと思います。自然光のだとどうなんだろう、綺麗に映ってるのかな、商品とかと思って、いつも私夜撮るから、なんか照明があんまり良くなくて分かりづらかったりとか、なんかあんまり綺麗じゃなかったり、色とかのそのね感じも分かんなかったかなと思うことがあるので、まあ昼、基本的に多分夜撮ることがすごく多いと思うんですけど、昼間撮れるときは昼間ちょっと頑張って、うん、こういう感じで撮ってもいいかなと思ってます。はい、ちょっとはまた旦那と一緒に、なんかアウトレットに行こうかなと思ってて、っていうのも別になんかすごい買おうってとかそういうもんじゃなくて、なんか2人でどっか行くにしても、アウトレットとかだったら楽しいし、一日楽しく遊べるし、その旦那と私、結構ウィンドウショッピング好きで、ダラ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 とっていうわけじゃないんだけど、ぐる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 いろんなものを見るのもすごく好きだし、こんなものある、なんなものあるんだって遊べるし、ね、だからお買い物行くのすごい好きなんですね、物を買わなくても、うん、なのでじゃあ行こうかって言って行くことにしました。で明日は日曜日だからちょっと混んでるかなと思っているんですけど、まあ楽しんでこれたらいいなと思うし、ちょっとお化粧品のアウトレットがあるお店にも行きたいなと思ってるので、
なんかいいものあったら欲しいなと思ってて、あの前もね、あのマックのファンデーションとかはそこで買ってたりするので、うん、なんかいいのあればいいなと思ってます。はい、で来週もいろいろとそのウルタで安くなるものがちょこちょこあるので、それも買いたいなと思ってて、っていうのも結局のところそうじゃなきゃ買わなかったりするものって結構あって、もったいないなっていうのがあるんですね。だからプチプラドラッグストアで済ませるものなら済ませちゃおうって思うので。だけどやっぱり私ももう30も過ぎても35も過ぎたので、そのね、ある程度のものを使っていかないと年齢を隠しきれなくなってきてるので、やっぱり機能性の高いものとか、やっぱりきち少しねハイブランドのものとかもちょっと使いたいなっていうものすごくあって、なので、うん、まあね、少数精鋭で、うん、いいものを使っていけたらなとも思ってるのでまあそれでもね、プチプラのものでったりドラッグストアのものの方のが実はすごく良かったりするものとかもいっぱいあるので、まあ、そこは使ってみないと何とも言えないしわからないから、うん、ちょっとね、はい、いろいろ試していって自分に合うものを探していきたいなと思います。で、肌荒れとかもすごいやっぱり起こしやすくなってきてるので、どうしても自分の好きなもの見つけるのに、うん、合うもの見つけるのに結構時間がかかっちゃう。あとアメリカのものだとどうしても、うん、合わないのがあったりとかして、でやっぱり日本の会社の日本人が作ったものの方のが日本人の肌にはすっごく合うので、だからやっぱり、うん、日本のものがいいなって思う時もあります。っていうかもう外うるさいよね、ごめんなさい。多分ね、周りのお家のガーデニングガーデナーさんが来てるんだと思います。すいません、ちょっと変なノイズが入っちゃってて聞き取りづらいこともあったかと思うんですけど、はい、申し訳ございません。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。